ノドアカハチドリは、長江アマツバメモクハチドリかハチドリ族に分類される鳥類。アメリカ合衆国、エルサルバドル、カナダ、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ全長7から9センチメートル、翼の差し渡し8から11センチメートル、体重2から6グラム。 オスはその名の通り喉が赤い羽毛で覆われるが、この特徴はメスにはない。オスの尾ハは両端が長くなっており、メスの尾ハは丸みを帯びている。オスの方がやや小さく、くちばしも短い。落葉樹林と松林、果樹園、庭園で繁殖する。メス親だけが木の芽の輪ペミや地衣類を蜘蛛の巣で貼り付け、中にタンポポやアザミの綿毛を敷いた巣を木の芽に作り、 長さ1 2 9ト、mm、ル、幅8 5ト、mm、ルの白い卵を2個産む。ヒナは22から25日で巣立ち、1年に2、3回、餌草する。交尾の時以外はいつも単独で行動する。喉赤ハチド鳥の配偶システムは一夫多妻制であると考えられているが、一妻多不正や乱婚性も起こりうるとされる。2016年の時点では生息数が、 増加傾向にあると考えられ、種として絶滅の恐れは低いと考えられている。1987年にハチドリカ単位でワシントン条約付属書通に掲載されている。アメリカ合衆国とカナダでは喉赤ハチドリは多くの人々に愛されている。夏になるとハチドリ類が赤色の花を好む習性を利用して赤色の砂糖水入れを子外に設置して、 ハチドリを庭に誘引している風景がよく見られる。ありがとうございます。